ます。今日は何があるんですか？今着物と洋服両方で着れるコートを作ってまして、はい、っていうのも着物のコートはあんま自分的になんかモダンな、うん、あのおしゃれな感じなのちょっと少ないなと思ってて、うん、ちょっと作ってみたいなと思って、はい、ちょっと友達2人と作ってみましたでそれの今日はルックの撮影がありまして、であの和洋両方で着れるコートなんで、うん、洋服と和装両方で撮影をしてて、はい、今から和装を撮影しようと思って、はい、ヘアセット中です。そしてこのヘアセットの方は、お久しぶりの永田さんです。めちゃくちゃ久しぶりです。お願いします。超嬉しい。髪短くなっては初めてやってもらう、うん、てか私も髪を短くしてから、うん、すごいワンパターンなヘアセットしかできてなかったから長さが足りなくて、そうなんか教えてもらいたい短いなりのね。短いなりのこの短さって夜会とかとかならできるんですか？あ、全然できますですよね。全然できます。大体の髪型はもうこの長さあれば全然できます、うん、あ本当に、うん、肩よりちょっと長い、長めぐらい。えでもなんかやっぱこう毛先で表情出すとかができないから、それはなんか付け毛、うん、そうですね。もうウィッグをちょっと足したりとかすれば全然もうアレンジは無限大です。へ、今日髪型2パターン作るんですよね。1個がカジュアル で、うん、でもう1個があの礼装っぽいの着るから、うん、ちょっとドレッシーな感じにしたくて。先にどっちですか？先にカジュアルな。はい、クローバー。かわいい。クローバーかな。うん、クローバー。うん、しかもクモの巣。クモの巣とクローバーっていうちょっと不思議な組み合わせ。なんかその春ね。しかもなんかこの枠がちょっと月っぽくなってる、ね、確かに、うん、かわいい。さっきの銀線、銀線見てほしい、うん、で、これいつの時代とかかるんですか？こっちも同じ銀線。いつくらいだろう。さすが、かんざしマニアの。でももうこんなの絶対昭和初期までしか作ってないですよね。着物とかと同じくらいの時代なんだ。まあ、狙ってるのは銀線細工の花嫁かんざし。あるらしくて。やっぱ違うんだ。これも銀線細工じゃん。銀線かも。銀線細工の花嫁かんざしどんな感じなんですか？なんかもう銀線細工で作った花嫁かんざし、うん、でかい。でかい、もうすごいでかい、すごいでかくて、僕なんかネットでしか見たことないんですけど、うん、なかなか本物はないかも。調べでも一ノ倉さんとかあるかも。あ確かに。もしかしたら銀線細工のそんなの高そう。で高いと思います。でたまにメルカリ、メルカリとかでたまに銀線細工、秋田銀線細工っていうのがあって、でもすぐ売れてる。へからやっぱり見てる人多いんだなと思ったのか。やっぱコレクターがいるんだ。いると思う。でも永田さん、そう、それこそ花嫁さんのね、そうそうそう、ヘアやってますね。持っててもいいかなと思って、うん、でもなんか5点揃ってるのがなかなかない。あ揃ってないと使えないんですか？揃ってた方が本当はいいかな、うん、かつらとか和髪に使うには。やっぱ左右対象につけてって、そうそうそう、あ、こういうのとか、そういうのとか、すごい、このサンゴやばでも確かにこれはいいね、うん、おめでたい感じですね。おめでたいすき毛ね、ちょっとだけ入れました。横髪を膨らませたいので。確かに、でもなんかそんなに短くないかもしれない。そうなの、意外とね。こうやってみると意外と、言ってみると意外とある。パリの時よりはしかも伸びた。うんうん、うん、もうあんまボブっぽくはない。確かに、うん。
下の方にすると長さその分なくなるから、うん、なるほど、ちょっと中間ぐらい。へえ、なんかでもレイヤー入ってると結構大変かも。あ、逆に、あ、私レイヤーゼロですか、ね、そう、レイヤーゼロ、ゼロ度だからレイヤーゼロ度だから助かる。え、そんな大きいの入るんですか。入る入る。この紙で包める。あ、全然横包み、うん、横でやるの自分だとできないんですよね。確かにね、うん、確かにね、超難しい。確かに昨日もやろうとして諦めた、うん、諦めたあとはネットね、これね。ね。ネットを入れてあげれば。この間、うん、この、なんかすっごい細いネット買ったんですよ。うんうんうん。そしたら自分で見えなくて。うん、本当に。使えなくて。見えないネットだからね。うん、見えなすぎて。見えなさすぎて。使えなかった。目は荒かった？目荒いんですよ。ああ、じゃあ本当にあの一般的な。うん、これね、カツラ用のネットの方が、これ細いのに目細かいですね。あ、そう、これね、カツラ用です。あ、カツラのウィッグをくるむやつ。へえ、そういうのがあるんだ。あります、あります。私、結ぶ位置を、うん、多分結構下にしてたかも、今まで。あ、そうかも、そうかも。もうちょっと高い位置でやれば、結構大きいスキで入れられるんだ、うん、あ、入れられますね、全然入れられる。そう、土台が全然なくなっちゃうから。そうですよね、下で結んだと。そうですよね、確かに。だから下にあの上目、ちょっと上目で、うんうん、あの大きめなこうタブを作ってあげれば。なるほど、バランスいいかも。耳の上の線くらいです。あ、そうですね、ちょうど。この入れ込むのも自分じゃちょっとなかなか、まあ、すごい出てきちゃいそう、うん、あ、でもこれネットかぶせるから、うん、そっか、そっか、全然もうくるんでればいいって感じ。え、ネットの処理ってどうしてますか、うん、あ、ネットの処理は、うん、まず一回入れるじゃないですか、うんうんうん、もうこれもでも結構適当でよくって、うん、一重、うん、で一重で、まあ今日は一重でもいいかな、うんうんうん、なんか簡単なのは二重とかにすると割と簡単で、うん、でも目立ちますよね、二重だと。あ、そうですね。なので結構今日みたいにタボがちょっと見える場合は一重、うん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 、にしてあげて、でこの上に毛をかぶせていくんで、またなるほど、毛をかぶせて。 そっか。でもなんかあれでもいいかも、ネットを使うんだったら、うん、もうネットにウィッグ入れちゃって、うん、それをタボにしちゃってもいいか。なるほど。地毛はもう中にないないしちゃって。私いつもこれこのままだから、うん、このネットが見えちゃうから上にピンとか、はいはい、なんか大きめのかんざしつけたりとか、はいはいはい、してて。そうですよね、毛がね、毛で隠せたらいいですよね。そうそうそう。でこれをもう横毛作ってあるから、うん、上の毛をもうアレンジしていくだけ、うんうん、え、今どういう状態なの。写真撮ったり。ほじほじしても全然毛出てこないから、うん、確かに。そう、安定感。そう、安定感ある。確かに。え、ここは結んでんですか、うん、あそこ1個だけ結ん で横ペンペンって倒して、うん、で横の毛はどうしてるんですか。ピンで留めてるだけ。あ、そう、ピンで留めてるだけ。そのくくり目に、一番最初のくくり目に留めてるだけ。あ、そっか。じゃあここを起点にどんどんやっていって。あ、そうです、そうです。だからもうほんとそこを中心に全部そこにも巻きつけていくだけ。ちょっと今度やってみます。ね、絶対できる、できる、うん、高さここ出します。上、あ、じゃあちょっとだけ、ちょい出す、うん、ちょい、ちょいで。数ミリの世界ですけど、全然違うものになる。うん、顔のね、輪郭大事、しかもこのなんかちょっとモダンな感じっていうのがしっかりしすぎちゃってると、うん、超和装って感じになるじゃないですか。だからなんかちょっとしたこのなんていうの、洋のエレガントさみたいな、それが永田さんの部屋にはすごいあると。嬉しい、もうこれあとは這わせるだけ。これでも絶対自分でできない。確かにね、後ろ見えないと結構難しい、うんうん、これでもそのまま縦に流してもいいけどね、あのご自身の場合は。いや、でも絶対自分でやったらくじけると思う。くじけるから、うん、なんかあ、もういっかなみたいになっちゃいそう。うん、できました。これにかんざし刺す。はい、かんざし刺します。この辺かわいいな、虫食いとか、ね、うん、虫食いと、うん、
秋っぽい。ね、秋っぽいですよね。あ、これこうやって刺してたんだ、ね、このメッシュの部分に。あ、そうそうそう、そうすると出ないからそれも発明ですね。それ多分あれですね、AC 機器入れる穴っていう多分ポーチだと思うんですけど。でも私もあれ入れてるやつ、あれ AC 機器入れるやつから発展したらしいんですよ。へー、そう。でもこれすごい、待って、触るの怖い、繊細。ここ首曲げるのが怖い。ヤシ、ヤシかな、なんだろう、何の葉っぱだろう。でもそこがまあいつも謎ね。でもちょっと洋風だから季節であんま関係ない感じで使えそう。良さげ、良さげ。なんかウィッグ使おうかなと思ったけど地毛だけでした。すごい。ありがとうございます。これ絶対自分でできない。真ん中で、ね、被せるだけだったらいいかもね。そっか、これちょっと今うねらしちゃったから、この流れ作れないね、後ろでこうやって見ないで。流れ大丈夫、ちょっとエレガントすぎる。どうですか、でも全然大丈夫、僕は大丈夫かなと思うんですけど、ね、うん、全然大丈夫、うん。作り替えだからすごいあれかも。撮影がちょっと押してるので永田さんが速攻でヘアチェンジします。ヘアチェンジします。次は上目。上目、めっちゃ急いでる。ありがとうございます。次はちょめせでメイクを直します。はい、次がエレガント系だっけ。そう、訪問着。訪問着これはね、これはもう奥の手ですよ。それさっき言ってた網にネットにウィッグを。そうなの、毛束はさ隠さないといけないじゃない、うんうん、でもさウィッグは見えても毛だから。うんうん、確かに。名言っぽい。名言帳。そう、ウィッグは見えても毛だから。毛束包んでもそれ、ね、隠さなきゃいけないですね。そうそうそう、毛は見えてもね、うん、確かに。そのままいける。そうそうそう。それで覆うってことですか。そう、これで上をもうアレンジしちゃう。あ、でもなんかこれぐらい短くても可愛いけどね。今朝急に前髪切ってしまった。自分で自分で急になんか長い気がするとか思って。いやでもなんかこの長さちょっと懐かしいね。懐かしいですね、うん、ちっちゃいのいくつもつけても可愛いけどね、うん、一回雪輪つけてみて。そうですね、すごい、すごい、なんかなんかこのここに沿ってる。沿ってますよね、うん、すごい。うん、かわいい。ちょっと前からも見えて。かわいい。こちらでよろしいかと。ありがとうございます。あ、色も合ってる ね、合ってる、ね、超合ってる。いい、よし、今日も素敵な部屋ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっぱや、はい、素晴らしい、かわいい。え、どうなってるのか知らないって。そういえば確かに。でも何の不安もない。